はい、皆さん、こんにちは。下田竹しでございます。今回やっていく内容は、メサラジン製剤について確認していこうというね、そんな内容となっています。メサラジンってこんな構造してるんですが、このメサラジンを含む製剤として、ペンタサ、アサコール、リアルダってものがあります。じゃあ、これら3つというのは有効成分同じなんですが、それぞれ違った特徴を有してる。じゃあ、どんな違いがあるのかっていうのを見ていくというのが、今回の内容ということになります。 じゃあ、この3つの違いを抑えるにあたって、まずは、メサラジン。どういった場合に用いられるのかってことになるんですが、このメサラジンというのは、海洋性大腸炎とかクローン病に用いられるとされています。まあ、海洋性大腸炎、クローン病、どちらもですね、非特異的炎症性腸疾患となっていて、原因不明の炎症性腸疾患になってる。じゃあ、そんなですね、腸に炎症ができるですね、疾患。 海洋性大腸炎、クローン病にメサラジンが用いられるんですよということになります。じゃあ、クローン病とですね、海洋性大腸炎何が違うかというと、クローン病っていうのは消化管全体に炎症がですね、飛び石状にできる。これがクローン病。それに対して海洋性大腸炎はどうかというと、海洋性大腸炎は直腸にですね、炎症がですね、連続的に認められる。そういったですね、疾患が海洋性大腸炎となっています。 ただ、クローン病もですね、潰瘍性大腸炎も共に腸に炎症が起こるということで、その腸の炎症を取ることができるメサラジンなんかが投与されることあるんだよとされています。じゃあ、そんなですね、メサラジンなんですが、どうやって作用をするのかってことを、ここをですね、まず確認していきますが、作用としてはですね、主に2つあります。 まず一つは、炎症細胞から放出される活性酸素を消去する。で、この活性酸素を消去することによって、炎症の進展、組織の障害を抑制すると言われております。あとは、ロイコトリエン B4 の整合性抑制。それによって炎症性細胞の組織への進入を抑制するということで、この二つの作用によって炎症を抑えていくんだとされています。 なので、簡単に言うと、活性酸症消去。あとは、ロイコトリエン B4 の整合性抑制。これによって、炎症を抑えていくんだなとされているわけです。で、それに追加して何があるかというと、それに追加して、肥満細胞からのヒスタミンの有利を抑制するとか、あとは、血小板活性化因子、パフの整合性抑制する。 あとはインターロイキベ 1β ですね。これの酸性抑制するというね。まあ、このような作用も認められているよと言われていますが、主な作用としては活性酸素を消去。そして、あとはロイコトリエン b 法の整合性抑制。これによって腸管の炎症を抑制するんだというふうになっているということです。ただ、このメサラジンなんですが、普通に投与するとどうなるかというと、普通に投与すると、小腸でほとんど吸収されて、大腸まで到達することができないとなっています。 ということで、大腸に到達することができないっていうことは、大腸の炎症を取ることができないということになるので、それは困る。じゃあどうするかというと、それをなくすために、ペンタサとかアサコールとかリアルダというのは、製剤的な工夫をですね、施すことによって、大腸まで薬剤を到達することができるように作られた製剤となっていますんで、皆さん、この後、ペンタサ、アサコール、リアルダ、どんな違いあるのかってことを、これをね、確認するようにしてください。 はい。じゃあ、続いては各生態の特徴を見ていきますが、まずはペンタサ、どうかというと、このペンタサというのは、エチルセルロースでコーティングしてます。で、このエチルセルロースでコーティングすることによってどうかというと、小腸から大腸にわたる広範囲でメサラジンが放出されるということです。で小腸に来て薬剤が放出されて、そこからザーッと大腸にかけて薬剤放出されるんですよ、と。こんな特徴を持ってます。 このことからどうかというと、小腸で薬剤が放出されるということで、クローン病に用いることできる。あとは大腸まで薬剤を放出するんで、海洋性大腸炎に用いることできるんですよとされています。ちなみに、アサコールとリアルダってどうかというと、このアサコールとリアルダっていうのは、pH が7以上になってから薬剤が放出されるということになりますんで、小腸の後半部分から薬剤が放出されます。そのことから、主に大腸で薬剤が放出されますね。 小腸の最後の部分ぐらいから薬剤を放出されるんで、主に薬剤どこで放出されるのかというと、大腸で放出されるということから、このアサコールとリアルダっていうのは、クローン病には適用がありません。主に大腸に炎症が起こる、海洋性大腸炎に適用がありますんで、ペンタサ、アサコール、リアルダ、これ何が違うかというと、放出される場所。 薬剤の放出される場所が違うので、適応症が異なるということ。これを押さえておきましょう。ペンタサは、小腸から大腸にわたる広範囲で薬剤が放出されるんで、クローン病にも使うことができるし、海洋性大腸にも使えるとなるんですが、アサコールとリアルダってのは、主に大腸で薬剤が放出されるんで、クローン病には用いられないとされております。で、このペンタサのですね、薬剤の放出が、時間依存性ということになりますんで、このような名前ついてますね。時間依存性、除法上とか、 時間依存性の情報製剤となっていますんで、ペンタサについてはどうかというと、時間依存性の情報ですね。これを示すんだなってことも把握しておいてください。これがペンタサ上、ペンタサ下流についてのお話ということになりますね。じゃあ次はアサコール見ていきますが、このアサコールはどうかというと、このアサコールっていうのは pH7 以上で崩壊する高分子ポリマー、メタクリル酸高ポリマー S。これを使ってですね、製剤化してます。 で、この pH7 以上で崩壊する高分子ポリマーを使って生細化してるんで、小腸の最後の方、海腸部分で薬剤が放出され始めます。なので、ね、主にどこで薬剤が放出されるかというと、大腸で主に薬剤が放出されるんだよということになりますんで、皆さんポイントはここですね。pH7 以上で崩壊する高分子ポリマーを使ってるということから、小腸の最後の方で薬剤の放出が始まるということで、 主に大腸でメサラジンが放出される。このことから適応症は慣用性大腸炎となっているということです。 で、この除法の仕方が pH によって決められるということになりますんで、pH 依存性の除法状と言われるのがアサコールと言われる状態になりますんで、皆さんアサコールと言われたら、高分子ポリマー、メタクリル酸、コポリマーを使った製剤で、それによってですね、pH の内容で薬剤放出されるようになってる。そのことからメサラジンが大腸で放出されるんで、海洋性大腸炎に用いられるんだなということを把握しておきましょう。じゃあ次は最後のリアルダです。 じゃあ、このリアルダってどうかというと、このリアルダっていうのはですね、ちょっとね、形が変わってるんですが、まあ、ちょっとこの白紙を借りておくと、まず、こんな感じの錠剤になってます。リアルダですね。で、こんな感じの錠剤、これがあるんですけど、これをですね、コーティングしてます。こんな感じでコーティングしてる。で、このコーティングは何かというと、このコーティングはですね、pH 応答性コーティングとなっていますね。ということで、pH が7以上になって、溶けるコーティングされてる。 というのがリアルだです。じゃあ、この外皮がですね、pH7 以上で溶けたらどうなるかというと、この中にはですね、マルチマトリックスというですね、まあそういったですね、ものが含まれてます。で、このマルチマトリックス中には何があるかというと、このマルチマトリックス中には、浸水部分と、あとは素水部分があります。 浸水部分、疎水部分。この二つがですね、入り混じったマトリックス。これがですね、中に含まれてるんですね。で、この浸水部分がどうかというと、この浸水部分が腸液によってゲル化する。それによって薬剤がゆっくり出るようになるとされてますね。なので、コーティング取れました。その後腸液がやってきて、浸水部分に腸液がなじむ。そうすると、この浸水部分がゲル化することによって、薬剤をゆっくり放出するんだよとなります。 じゃあ、この素水部分どうかというと、この素水部分っていうのは、腸液の侵入を抑えます。腸液入ってこないでとするんですね。それによって、より薬剤の放出がゆっくりになるとされているんで、このリアルだと言われる製剤は、メサラジンが腸の奥まで、大腸の奥まで届くと言われていますね。まず、pH が高くないと溶けることができない。pH 応答性コーティングをしているということになりますんで、小腸の最後の方じゃないと、薬剤の放出がまずされません。 じゃあ、このコーティングが取れた後どうなるかというと、コーティングが取れた後、浸水部分が腸液を吸う。それによってゲル化する。そのゲル化によって薬剤の放出がよりゆっくりになる。 じゃあ、この浸水部分だけが効果を示すのかというと、そうではなくて、この疎水部分が腸液やってこないでとしてですね、よりですね、ゆっくり薬剤が放出されるようになって、腸管の奥まで薬剤が放出されるように作られたのが、リアルだと言われるお薬になりますんで、皆さんリアルだ、ちょっと変わってますんで、皆さんこのですね、錠剤の形、把握してもらって、どんな風にゆっくり薬剤が放出されるのか、これを把握しておいてください。 もう一回言っておきますけども、pH 応答性コーティングをしていて、その中には浸水と疎水部分がある、マルチマトリックスってのがあるんですが、浸水部分が腸液によってゲル化、疎水部分が腸液を侵入させないようにする、それによってより情報化されてるんだってことを把握しておきましょう。ちなみにこのリアルダもですね、大腸によって薬剤が放出される、大腸で薬剤が放出されるということになりますんで、適応症どうなってるかというと、適応症は太陽性大腸炎となっていますんで、 クローン病には適用がありませんので、このこことを把握ししておきましょう。これが何かというと、これがメサラジン製剤ということになりますが、ペンタサ、アサコール、リアルダ、それぞれですね、薬剤の放出の仕方が違いますんで、皆さん、それぞれの薬剤の放出の仕方の違いですね、これを把握してもらって、メサラジン製剤、適切に使えるようになってください。それではまた。